タイアス・ブラウニンは、イングランド・リバプール出身のプロサッカー選手。公衆久差し大東田から足玉クラブ所属。ポジションは DF。2004年10歳で、エバートン FC のユースチームに入団。2012年12月のチェルシー FC 戦で、初のベンチ入り。ウィガン、プレストン、サンダーランドなどに、ローン遺跡を経験。2014年9月27日。 アンフィールドで行われたリバプール FC とのマージーサイドダービーでトップチームデビュー。2019年2月20日、公衆久差しい東田から足玉クラブに完全移籍することが発表された。帰化前のため外国人扱いとなり、シーズン後半はメンバー外になってしまったが、2020年シーズンは中国人として外国人枠外になり、主力として活躍している。 イングランドの U-17、U-19、U-21 代表歴あり、右サイドバックとセンターバックに対応。祖父が中国人のため、中国代表でプレーする権利も有している。祖父の昭栄は、中国関東省深海売閣村出身、香港や英国で働き、後に英国で黒人女性と結婚し、生まれたのがブラウニングの母である。 よってブラウニングは、家境賛成に当たる。2019年9月24日に、中国国籍を取得、先祖が、彰子のため、中国語名は、彰密元となった。当初は、彰密安だったが、格数が多いため簡素にした。2020年10月に、中国代表合宿に招集されている。2021年5月30日、グアム戦で代表デビュー。 ありがとうございます。